経理、財務、事務はロームで働きたいと思ってます。簿記2級までは取得してます。大体の求人を見る限り2級が必要資格となっていて、1級はオーバースキルなのか、他の資格やローム関連の資格を取得、幅広く取得した方が知りたいなのか知りたいです。2人の経験、考え方から教えてください。これ、1級にしちゃうと応募が少なくなるからっていうだけで、別に1級では受かりやすくなるだけなのでっていうそうですね。話だと思うんですけどね。ただ、最経低験限者の2に級聞持っくてくと、れよっていう。1級はやっぱめちゃくちゃ難くなるっていうのみんな言うんですよね。そうですね。なんそか2級は頑張れば誰でも取れるけど、こ。1級はもうそっち側の道に進む人みたいな。だから多分、単純にコスパが良くないんだと思いますね。ただ、資格として取るには。